ひろゆきゼットです。今日は今福岡豊か線で京成駅に到着しました。今から春田線に乗車です。初の春田線、春田駅まで行きます。乗り換えが4分くらいあったので、まあ間に合いますね。はい、春田線の列車です。これ博多方面のワンマン快速、博多行きが来ましたね。私はもう今、まあ、これに乗ります。なかなかな味がありますね、春田線。人生初の春田線です。昭和54年製、富士重工が作ってます。こちらに乗車します。車内の安全確保のため危険物の持ち込みは禁止されています。駅や車内で不審な荷物などを発見された場合は、今私は乗ってきた普通列車の直行駅です。また、非常の場合は車内の SOS ボタンを押してお知らせください。お客様に IC カード乗車券ご利用する際の案内と、ちょっとわかんないですけどね。京成駅に3両ありますね。IC カード乗車券はご利用できません、はい、先ほど前乗ってきました博多からの、直方行きじゃなかった新飯塚行き普通列車に発車してみました。発車までしばらくお待ちください。博多行きのワンマン快速も発車してきました。お、何両か繋いでるな。4両編成か、はい、この前はここに行きましたね。はい、京成駅です。まもなく春田線発車ですね。春田線京成駅を発車です。今ですね、夕方のですね、もう6時前5分です。結構揺れますね。こんな感じですね、その日は。なんとか。はい。はい、ここでもう別れるんですね。はい。福岡豊か線と別れていきます。こちらの方が景色いいんですかね、わかんないですけど、のどかですね。この春田線の車窓はリクエストです。くまっとさんのリクエストにお答えして、僕の自乗車をするのでちょっと整理してちょっと変えとかんといかんなと思いまして、ちょっと今から書きます。また景色のいいところで回そうと思います。
まもなく噛んでしまいました。上穂波駅です。僕はそこら辺、その辺のですね、道で GPS チェックインをした記憶があります。 JR 九州561駅もあったんですけど、そのうち半分ぐらいは車で回ったんじゃないですかね。多分その辺、本当この辺で車から GPS チェックインをしました。よく覚えてます。ここは上穂波駅を発車しました。次のですね、筑前内野駅というのはですね、ホームまで行ったような記憶がありますね。多分ですけどね、ここもなんか車で通過したような気がします。今あの辺が主要道路がこの先峠になるんですよね。駅間もすごい長くなるんですよ。確かどんな景色がつながる、広がるんでしょうね。こっちはどっちかというと山側なんで、あんまり景色が広がらないんで、こちらの方がいいかと思います。乗客はですね、15名程度ですかね。それぐらいかな。もっと少ないかもしれない。ちょっとこう窓を開けた気分ですけどね、乗客がいなかったらね、気持ちいいでしょうね。ルーキージェットもなんか新幹線がこのローカル線の旅も最近は増えてきましたからね。ひろゆきジェットディーゼルとかなんかしましょうかね。もう反対側の車窓はほとんど山です。急勾配上がってるんですかね。なんかきつそうですね、エンジンが。なんか坂上がっていってますね。横に平行だった道路がもうあんなにしたね。まもなく筑前内野につきます。お降りのお客様は前のドアからお降りください。整理券と運賃、または乗車券を運賃箱にお入れください。定期券のお客様も定期券をはっきり運転士にお見せください。降り口は左側です。ドアにご注意ください。はい、筑前内野駅に到着です。福岡県飯塚市。次の停車駅は筑前山江。はい、次の停車駅は筑前山江です。猫ちゃんがいますね。
帯はもうなんか絶壁というか壁ですね。はい、ここからは峠です。車では峠なんですけどね。列車はどう行くんでしょうか。被災してですね、運休というか、その線路が復活するまでは休止してたんですけど、見事に復活してですね、このように今列車が走ることができてます。あっちに峠が見えますね。トンネルですね。後編です。